はまあ J2 の時からいるんで、まあ、このクラブがこうどうやって進んできたかっていうのは、まあ、その前は知らないですけど、まあ、大体こう伝わってったりして、で一歩一歩多分こう歴史を塗り替えていって、まあ、今があると思って、まあ、すごく嬉しいです。まあ、けどやっぱなんか僕はなんかアマの時からすごい厳しい高校と大学で、まあ、優勝以外は敗者っていう教えを受けてるんで、まあ、やっぱり優勝できなかったら、まあ、結局負けは負けなんで、まあ、最後勝って、まあ、タイトルプロになって取ってないですけど、まあ、そこに向かってこう行きたいなって思います。まあ、まずはリーグがあるんで、まあ、そういう、まあ、リーグがあって、こうそこの決勝に向かっていけるようにみんなで準備していきたいなって思います。みんなで取りましょうね。